はい、どうもこんにちは、もっかです。今回は、障害者のヘルプマークの話です。ヘルプマークとは何ぞやということですが、皆さんこの赤いマーク、見たことありますか？これまあ、こんな感じで、ゴムでできてます。で、これ何ぞやというと、まあ、ウィキペディアを読み上げると、ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している患者、内部障害や難病の患者、精神障害、知的障害、または妊娠初期の人など、援助や配慮を必要としていることが外見ではわからない人々が、周りに配慮を必要なことを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成された東京都によるピクトグラムである。だそうです。で、これどこでも誰でも手に入ります。まあ、役所や交通機関の窓口などで配布していて、まあ、くれって言ったら、マジで誰でもくれます。別に障害者手帳を見せてとか言われないので、まあ、もらいたい放題なんですね。で、今日なんでこの話題にしたかというと、先日ツイッターでですね、明らかに障害者ではない人までヘルプマークをつけているのは問題ではという話題が上がったんですね。リプ欄にもいろんな回答があって、本当に賛否両論、三者三様の答えがあるなと思いました。で、こういう類の話は答えはないですね。いろんな意見があっていいかと思います。さて、ツイッターの明らかに障害者ではない人までヘルプマークをつけているのは問題ではという話題ですが、そもそもヘルプマーク自体は、障害者全員がつけることを義務付けられているわけでもなければ、障害有無に限らず、ヘルプを求める人が誰でもつけてもいいので、健康な人がつけていようが法律違反でも何でもないので、問題ではないと思います。ただ、本来の目的以外の形で使うのは問題だと思います。健康な人がなぜわざわざヘルプマークをつけるかというと、優先席に堂々座りたいとか、障害者用の駐車場を使いたいとか、まあ、いわゆるちょっとズルしたいからではないかと思います。そういう感じで使うのは良くないと思います。そして、そういう事例が多いことから、ツイッターでもいろんな人が意見しているのではないかと思います。ただからどうだという話で、この手の類の話って結局、良心ありきなんですよね。悪用する人に対して第三者がとやかく言えないですし、まあ難しいところではありますね。で、これ皆さんどう思いますか？例えばですね、見るからに障害者でない方がヘルプマークをつけて優先席に座っていたら注意できますか？あなた本当は立てるでしょう。どこも悪くないなら優先席使うべきではないですよと。で、これに対して私は堂々と注意できますという方いらっしゃいますでしょうか？そういう方いらしたらですね、個人的には本当にマジでやめてほしいと思いますね。なぜならそのためのヘルプマークだからですね。外見でわからない人、まあ、内部障害や、まあ、人工関節の人はそのためにヘルプマークをつけてます。なので注意した結果障害者でしたっていうのが超ワーストケースです。注意した側は、あ、すまんすまん間違えたわで済むかもしれませんが、まあ、言われた障害者側は深く傷つきます。まあ、本当に今忘れられない傷を負うと思います。まあちょっと話題変わりますけれども、コロナが流行し始めた時に、県をまたぐ移動を控えるような通達があったかと思います。その際にですね、県外ナンバー狩りみたいなことがありましたよね。他県から来るなっていう張り紙を車にするとかですね。明らかに障害者ではない人までヘルプマークをつけているのは問題ではという人は、それと同じようなことだと思います。このツイート元のアカウント様も、そうした見方も根本的に少々おかしいと表現していました。まあ、それもそういう理由からではないでしょうか。まあ、ちょっとやゆった言い方にすると、自称正義マンなわけですね。つまり、良心による部分が大きく、他者からの制限が難しい部分なんで、どうにもできんというのが私の思うところです。まあ、つけたきゃつけりゃいいと思います。障害者の方は、つけることはマストではないので、まあ、自立で歩行できて、ヘルプ不要な方は、そもそもつけなくてよいです。もとより、具合悪そうにしてたら、周りが助けてくれるとか、まあ、そもそも悪いこと言う人が周りにいないとか、そういう世の中だったら、わざわざヘルプのマークなんていらないんですね。そうじゃない世の中なので、明らかに障害者ではない人までヘルプマークをつけているのは問題では、という話題が出てきてしまうんだと思います。ってことで、もう、障害、健常のカテゴライズを取っ払って、周りの人に優しく接する。まあ、これが理想形かなと思います。まあ、現実問題、そんな優しい人ばかりではないので、まあ、私の場合はですね、ヘルプマークは普段はつけていません。まあ、基本的に立っていられるので、まあ、座らなくてもいいからですね。
ただですね、稀に具合が悪くなったり、まあ、座りたいなーって時があるので、そういう時はヘルプマークをカバンにつけます。まあ、常に携帯してる感じですね。TPO に応じて、つけたり外したりしてる感じです。で、これも明らかに障害者ではない人までヘルプマークをつけているのは問題ではという人がいそうっていうような心理からそうなってるわけですね。はい、今日はこんなところで終了です。ご意見やご感想などはぜひコメントいただければと思います。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押していただければと思います。ツイッターもやっておりますので気になることがあればぜひコメントやフォローお願いいたします。では次回の動画で、バイバイ。